アりがとうこんにちは、です。それでは今回なんですけども、D 払い2月はコンビニ10%還元、セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップなどお得な方法もということで、今回はキャンペーンの解説ですね。この動画ではキャンペーンの解説とちょっとお得に使う方法も含めて、サクッとお伝えしていこうと思います。 それでは早速こちらですね。コンビニプラス10%還元キャンペーンということで。いやーまあ D 笑いは最近ここ、ほんとなんかこう乗りに乗ってる感じですよね。バンバンキャンペーンを出してくれても僕的にはめちゃくちゃ嬉しいです。で、後ほどちょっとあの対象のコンビニについてはお伝えします。で、まずこのキャンペーンなんですけども、期間は2月の3日から2月の16日までの約2週間弱のキャンペーンとなっています。 そして D 払い恒例のエントリーが必須となってますのでキャンペーンを参加するにはこれを忘れないようにお願いします。ちなみに今もエントリーはできるようになってます。次に上限なんですが、上にも出てる通り1回あたりの上限が500ポイント、そして期間中の上限が2000ポイントまでとなっています。 なので、一回に5000円分の購入をして、MAX の500ポイントがもらえて、そして期間中トータルをして2万円分の購入したら2000ポイントが付与されるということになってますね。次に、今回のキャンペーンは D 払いに設定したクレジットカードは D カードのみが対象と記載があったんですけども、まあ僕が何度も動画にアップしている D カードプリペイドも今回は対象となってます。一応ドコモ側に問い合わせ済みです。他にも電話料金合算払いですとか、 口座払いもキャンペーンの対象となります。なので、まあ、セブン銀行 ATM からのチャージでもいいのかなと思います。一つ注意点としましては、D 払いの ID 決済での購入した分に関しましては、キャンペーンの対象外となりますので、これはお気をつけください。 残りの細かい内容ですね。今回、新定されるポイントは D ポイント期間用途限定のタイプ。そして、新定時期は2020年の4月の9日木曜日以降、順次となっていますので、まあ、相変わらず忘れた頃に D ポイントが付与されるのかなという感じですかね。 そして、ここからなんですけども、今回は D 払いが使えるコンビニが対象ということで、まあそのままお伝えするのもちょっと面白くないので、まあ対象の店舗なんですけども、まあコンビニに行った時に、今回の D 払いの D ポイント以外にも、他にもまあどんなポイントがどのコンビニで貯まるのか、そちらもお伝えします。まあですね、まあ普段からコンビニを利用されている方であれば、まあご存知の方も多いと思うんですけども、おさらいがてらですね、ご一緒に見ていただければと思います。 思いますで、その前に対象のコンビニなんですけども、こちらですね。じゃんということでご覧の通りになってます。一応読み上げると上から、ローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100、ファミリーマート、セブンイレブン、ポプラ、生活、サイカ、クラシハウス3、スリーエイト、ミニストップ、東海、キオスクとなっています。で、ここから順番に入っていこうと思うんですが、ちょっとですね、ローソンに関しましては、お伝えする内容が少し多いので、最後にお伝えします。 で、まずはファミリーマートからですね、こちら、ファミリーマートでしたら、ツタヤの T カードをお持ちであれば T ポイントを貯めるのと、もしくは、まあ、ドコモの D ポイント、そして楽天の楽天ポイントですね。まあ、いずれか一つを D 払いで決済する前に出したらポイントを貯めることができます。もし、ファミペイと、まあ、あの、連携されてたら、ポイントカードを連携されていましたら、ファミペイのバーコードを提示すればそれでも大丈夫です。まあ、ちょっとごっちゃになるとあれなので、 減率などについいいててははちょっとあの省いていますす今回はですね次に僕の大好きなバナナチップスチョコが置いてあるセブンイレブンですね。こちらのセブンイレブンでは、まあ今画面にも出てるようなちょっと右側の部分なんですけども、セブンイレブンアプリがあります。で、これであればセブンマイルというものが貯まりまして、お会計の前にこのバーコードを提示して、あとは D 払いで決済するという流れになっています。まあまだインストールされてない方は、まあ試しに入れてみるのもいいんじゃないかなと思います。 次にポプラですね。まあ、これ結構聞いたことある方と聞いたことない方が結構いらっしゃると思うんですけども、このポプラでは楽天ポイントが貯まります。そして今ちょっと出てるんですけども、楽天チェックっていうのはご存知ですかねこの楽天チェックは対象のお店でこの楽天チェックのアプリを開いて、アプリ上に出てくる4枚の中の1枚のカードを引いたら楽天ポイントがもらえるというようなものになってるんですが、ポプラもその対象のお店となっているので、まあ楽天 ポイントガチ勢の方であれば、まあ、ポプラについたら楽天チェックをして、そしてお会計の前に楽天ポイントカードを出して、D 払いで決済という流れになるので、まぁぜひこれもこれで試してみてください。まあ、もしですね、ちょっと楽天チェック詳細気になるなっていう方はコメントいただければ、ちょっとまあ動画にしようか、あのちょっと検討したいところではあります。 次に生活再開ですが、こちらはポプラグループとなるので、先ほどお伝えした楽天チェックと楽天ポイントカードが貯まるので、まあ、先ほどお伝えした方法で試してみてください。で、クラッシュハウスと38は僕が住んでる地域にはないんですが、こちらもポプラグループとなるんですが、楽天ポイントを貯めることができるんですけども、楽天チェックは今のところないみたいですね。 次にミニストップなんですが、こちらイオン系列のお店なので、ワンオンのポイントカードをお持ちであれば、そちらを D 払いで決済する前に出して、貯めるのもいいと思います。次、東海キオスクに関しては特にポイントカードなどはありませんでした。ちなみにキオスクって僕全然知らなかったんですが、今回のこの D 払い以外にも、じゃんということで、これだけの スマホ決済。まあ、これだけの決済方法が使えるとは知りませんでした。まあ、クレジットカードはまあ結構ありそうだなと思ったんですけども、意外とスマホ決済もある程度は対応してるんだなというふうに思いました。まあ、もちろんですね。みんな大好き、ユーチ t u ペもあります。なので、この期間にまあ旅行とかお土産とかでキオスクを利用される方は D 払いでお得にお土産の購入ができますね。 そして、お待たせしました、ローソン系列ですね。まずは、100円ローソンからですが、ここは、ローソンのポンタポイント、もしくは D ポイントカードですね。どちらかを貯めることができるので、お会計の前に出してみてください。次は、ナチュラルローソンですね。こちらでは、先ほどお伝えしたポンタポイント、もしくは D ポイント、そして、ナチュラルローソンでは、楽天チェックも可能となってますので、まず、楽天チェックをして、お会計の前に、このポイントカードを出して、その後に D 払いで決済という方法ですね。 そして、最後にローソンですね。まあ、意外とローソンってやることが多いんですよ。まあ、今出てるような通りなんですけども、楽天チェックでまず楽天ポイント貯めて、次にアプリの LINE にローソンの公式アカウントを友達追加をしていたら、ま、店内でその LINE の公式アカウントを開いて、何かしらの応募をしたらキャンペーンで商品がもらえたりとか、LINE ポイントがもらえたりもします。ちなみに LINE については対象店舗やそうじゃないところもあったりします。次に、ローソンアプリに、これ僕、最近教えてもらったんですけども、 スタンプラリーみたいなものがあるので、まあ、これはですね、ローソンアプリにてご確認してみてください。あと、ポンタポイント、もしくは D ポイント貯めることが可能なので、まあ、お会計の前に提示してみてください。そして、一応、米印にもしてるんですが、楽天パシャというようなサービスがありまして、これはですね、あの、ちょっと詳細一旦省くんですけども、まあ、その中にローソンのコーヒーを購入して、レシートを楽天パシャを通して送ったら楽天ポイントがもらえます。まあ、多分他にもあるかもしれませんが、一応、これらの方法で D 払い以外の まあまあ今回の D ポイント以外にもローソンで色々と貯めることができます。以上がいろんなコンビニで貯められるポイントについての解説でした。 最後に今回の D バレーをコンビニ10%還元のキャンペーンについてのまとめですね。エントリーが必須で、期間は2月の3日から2月の16日まで。上限は1回に500ポイントまでで、期間値は2000ポイントまでとなっています。で、今回申請されるポイントは D ポイント期間用途限定のタイプ。で、申請の時期は2020年の4月の9日、木曜日以降順次ということでした。まあ、あそんなこんなで今回は D バレーのキャンペーンについてお伝えさせていただきました。いやーまあ 昨日から始まったドラッグストアのキャンペーンが終わってから、まあ今回発表があったコンビニのキャンペーン、そして2月はランチのキャンペーンや生活応援キャンペーンもあるので、まあ還元率はまあ10%とかですけども、結構ジャンル多めなキャンペーンなので、かなり使う頻度としたら D 払いは結構高くなりそうな気がします。まあちなみに先ほどお伝えしたコンビニで貯まるポイントなどに関して、まあ他にもこんな方法がありますよなどがあればですね、ぜひ 下のコメント欄に書き込んでっていただければと思いますまあ、今回お伝えしたキャンペーンのリンクも下の概要欄に貼っていますのでぜひ詳細が気になる方はチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました ま、最後に全然関係ないんですけども、D 払いのキャンペーンというよりかは、もう D 払いキャンペーン全部に言えることなんですけども、 毎回毎回エントリーをしすぎて、実際に自分がエントリーしてるのか、もしくは、これほんとエントリーできてるのか不安になることってないですかもう僕毎回ですね、あの、こういったキャンペーンが始まった時はすぐにエントリーしてるんですが、なんか不安になって毎回お会計の前にエントリー画面に進んでエントリーしてみたいな。けど、あなたはこの日に D 払いのキャンペーンにエントリー済みです。こう出てるということがですね、毎度毎度あるので、まあもしですね、それに共感していただける方が一人で、 でもいらっしゃってくれたら嬉しいです。毎度エントリーをしてしまうっていう以上でした。すいません。ありがとうございました。